今週私は新約聖書のコロサイの信徒への手紙からのメッセージを用意しているんですけれども、コロサイの信徒への手紙の第3章の12節というところからちょっと読んでおきたいと思います。この礼拝説教の用紙の中に書かれておりますけれど、ちょっとお聞きください。コロサイの信徒への手紙第3章の12節から、あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩編と賛歌と霊的な歌により、感謝して心から神を褒めたたえなさい。そして何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。パウロはイエス・キリストについてどういう方かという説明をした後で、コロサイの人たちに対してこういう生き方をするようにということで今の言葉を書いています。3章全体がそんな言葉になっています。ぜひゆっくり後でこの3章全体を読んでいただきたいと思いますが、で特にこの12節からは、あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているんですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいという言葉から始まって、主が許してくださったように許し合う心を持ちなさい、愛を身につけなさい、キリストの平和が心を支配するようにしなさい、キリストの言葉が豊かに宿るようにしなさい、すべてを主イエスの名によって行い、常に神に感謝をしなさいという、そういう事柄を励ましています。で、私たちは傾向としてですね、こういう言葉を読むとちょっとなんかこうドキッとするというか、ダメだな、なんかもう読んだ瞬間にそう言われてもなっていう、なんかできないんだよなっていう、そういう部分がですね、もうどん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 押し寄せてくるような感じってないでしょうかね。言われてることはわかるんだけど、なかなかそういうのはできないんだよねっていう思いって入ってこないでしょうかね。実はこの文章はパウロが個人に書いたものではなくて、コロサイという地域にあった教会に向けて書いたものです。つまりあなたはそうしなさい、あなたはそうしなさいという意味ももちろんあるんですけれども、でもそれ以上にあなた方は全体として、全体として憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい、全体として。だから例えばそこにはそれが秀でてる人もいるし、それが苦手な人もいる、でも全体としてはその方向で進んでいきなさい。主が許してくださったように許し合う心を持ちなさい。それが苦手な人もいるし、それができる人もいる、でもそれ全体としてその方向に向かっていきなさいという、そういうメッセージとして受け止める必要があるんですね。そうしないとね、行き詰まっちゃうんです、僕たちこういう言葉を読むと。だってそのたびそれができなかったら今週もっていうね。で、毎回毎回こういう文章を読むたびにダメだな、自分の心にバッテンをつけてですよ、ダメだやっぱりとか言って、全然成長もないしどうしましょうみたいな感じになる。いや、もちろん個人で精一杯生きることはいいことだし、良いことを目指して完成を目指して一生懸命走るというのは素晴らしいことです。でもパウロが言ってるのは、教会全体として、教会全体としてそういう心、そういう心を大切にするように、教会全体としてそういう方向を無視しないようにということなんですね。だからできる人もいるし、できない人もいる、それが得意な人もいるし、そうでない人もいる、でもそういう得意でない人も含めてその方向に向かっていくように、教会全体としてはその方向を向きなさいねということなんです。これは変な言い方ですけれども、こういう日曜日の礼拝が毎週毎週継続されているという背後には、間違いなくこの小さな群れの中にこういう心がある人たちがいらっしゃるからこそ、こういう礼拝が継続できている。
皆さんの誰かが、あるいは皆さんの集まっているその全体がここにあるように、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、あるいは許し合う心、愛を身につける、平和を身につける、感謝の言葉を述べる、キリストの言葉を求める、そういう方向があるからこそ、礼拝って誰に命令されなくても、ね、無理やりこう連れてこられなくても礼拝が継続できている。それが教会の姿なんです。くどいですけど、得意な人もいるし不得意な人もいます。そうだとしても、その中にいることで全体的にキリストの香りを放つことができる。得意な人がいても不得意な人がいても、あなたがいるということで全体が一つ構築され、全体としてキリストの体、キリストの姿がそこに表されるのだとパウロは理解しているんです。ですから、私が何ができるかっていうのはすごく重要なことなんですけれども、もっと重要なことは、私はこの群れの中にできるできないは関係なく、私は礼拝を喜ぶ民としてここにいるということがとても重要なことなんですね。一人で何かやって一人で目指すということが目的ではないのです。聖書は必ずしも自己実現ということをあまり励ましてはいないですね。むしろ全体としてこういう方向を向いていきなさい、全体としてこういう方向でキリストを愛し、神に感謝をし、平和の心を育てながら生きなさいということが励まされているんです。ですから自分のできることは小さなことかもしれないけれども、あるいは自分一人でも何もできないかもしれないけれども、あなたがある事柄をここに持ってきて、それがみんなに分かち合われた時、それが一つの力になってここに存在することになる。あなたが一人で家で賛美をする、それも素晴らしいことだけれども、でもあなたがここにやってきて他の人たちと一緒に心を合わせて歌う、それができた時、そこにはもっと豊かなキリストの姿がそこに現れるということになるんですね。一人よりも二人で、二人よりも三人で、三人よりも五人でという感じで、そのキリストの体全体がこの方向を拒否しないで、この方向に向かっていく、その参加者であることを喜ぶようにということなんですね。それのグループよくやりやすい感じがしますよね。で、現に私たちは自分の立ち居振る舞いがどこまで影響を及ぼすかなんてさっぱりわからない。自分の良い影響も悪い影響もありますけれども、自分一人、人間一人の影響がどれだけ範囲広くこう行き渡るかということは本当に想像しにくいですね。今日の礼拝メッセージの用紙はすごく短いんです。で、これ意味があるんです。というのは、具体的な名前とか何かいっぱいこれから出てくるので、うっかりこういうのを書いてしまうとですね、問題かなと思ったもんですからちょっと割愛しました。でも来た人は聞けるわけで、 YouTube でも聞けちゃうわけですけれども、だから同じことかもと思うんですが、実は3ヶ月ほど前に、私はFEBC というあの放送局の番組を岩渕誠さんと一緒にやっていて、歌声ペトロの風とかにね、でずっと話を15分ぐらい話をして曲を紹介してというのをやっておりました。で、その番組終わって家に帰るとき、私が岩渕さんを東久留米の駅まで送って、私は東久留米に住んでるんですけど、矢口さんは狭山の方に住んでるので、まあ、西武線ということで駅まで送っていく。で、車の中でウクレレいいよウクレレって話になってですね、ウクレレ、矢口君ウクレレ絶対似合うと思うよ体型からしてもとかいう話になってですね、それでウクレレですか、ギターがあるからなとかいう話、いいよウクレレで、ちょうど車の中にウクレレ結構いっぱい積んでたもんですから、これ1個持ってっていいからさ、ちょっとやってみてと言って一緒に、DVD をお貸ししたんですね。で、真面目な人ですからちゃんと DVD を見て、それでウクレレ触って、その DVD でえらく感動したらしいんですよ。で、一番感動したのは何かというと、ピアノだったらレッスンに行って、お母さんがいつもあなたどのくらいできるようになったの、どのくらいできるようになったの、いちいちチェックするけども、ウクレレを学びに来てる子供にお母さんはどこまで上手くなったのとは聞かないね。ウクレレがちっとも進まないからといってダメじゃないとは言われない、ね、ピアノだと結構チェックされるけど、ウクレレだったら大丈夫ということがあってですね、で結構子供もやってる、まあ、そういうシーンが出てきて、インタビューが出てきたり、みんなで一緒にウクレレ弾いてるシーンとかいっぱい出てくるあの映像なんですけど、でそれを見てえらく感動してですね、いいですねウクレレという話になる。それでたまたま、その前に、
最後の方で、銀色飛行機コーヒーハウスというのを息子さんが始めたもんですから、そこでなんかウクレレかなんか教え、子供に教えるってのはいいと思うんですけどねっていうから、あ、いいですねって言って、本当は矢渕さんの方がずっと上手いので矢渕さんを教えることは簡単にできるはずなんですけれども、でも、もしかしたら最初はちょっと下手な人は教えた方がなんかみんなが楽になるかなということですね、加藤さん教えてくれるという話になってるんですよ。で、あ、いいよとかいう話 で教えることにしたんです。それで、まあ、だんだんこうウクレレの話が盛り上がって、でとにかくウクレレ貸すからねと言っていろいろなことをやりながら話をしておりましたら、矢内君があれですよね、東北の方にウクレレを持って行って、で、子供たちにウクレレをもし教えるようなことができると少しあれですよね、なんかこう希望が持てるような気がしますよねっていう話になって、ただね、東北遠いからね、教える人がとりあえずいないんですよねっていうから、じゃあ俺行こうかとかちょっとチラッと言ったらですね、本当ですかっていう話になって、あっという間に、ウクレレの話が広がって、釜石で今週の金曜日と土曜日なんですけどウクレレコンサートっていうのが開かれることになったんですね。で、そんな話があって、これは面白いという話になって、ハワイに中村先生という方がいらっしゃいます、友達ですけど、中村先生のところにこんな話があるんだけどって言ったら、彼が、ハワイにはウクレレを作ってる会社があるけれども、その会社の一つの社長はとても熱心なクリスチャンで絶対興味があると思うからというので、ちょっと英文でその紹介を送ってくれるっていうか、私それを書いてですね、で写真もつけて 送ったところ大、好評でですね、話がすぐ決まって、じゃあそのハワイの会社からウクレレを10本、東北に送りましょうという話なの。もうね、よだれが出るようなウクレレですよ、本当に。私のと変えたいぐらいの本当にそういう話になりました。それで、なんか急に大きな話になったねみたいな話になって、でとにかくウクレレコンサート、最初からほらウクレレって言ってもやる人いませんから、まずはコンサート開いてウクレレの音色を楽しませてっていうことが話だったんですけど、釜石にいる高橋先生ともお話をしてそういうことになりました。今週の金曜日土曜日で、今日ですね、連絡が入って、釜石新聞っていうのがあるんですが、釜石新聞の下の段にドーンと抜きでですね、そのチラシが載ってるんですね。釜石市全家庭に配られましたという、で私の写真がドンと載っててですよ、で肩書きがウクレレ奏者関根香すごいですね、びっくりした私はもうウクレレ活で釜石行ってですよ、会場に何人来るか分かりませんけれども、最初の第一声は決めました、皆さんすいません、ウクレレ奏者って書いてありますけれども、この奏の字は間違いで私は走る方ですって言わないといけないかなと思ってね、でコンサートもあるんです。でとにかく結構なんか急な盛り上がりですなみたいな。それで矢口君があれですよね、でも釜石でそういうふうにウクレレをね初めて触る人にとってはこれウクレレ記念日になりますねっていう話、2週間前の日曜日で、そんな話を礼拝に来ながら話をしたんですよ。ウクレレ記念日、あ、ウクレレ記念日ねと言って、それで礼拝に来る途中車を止めて、私歌詞を書いてですね、こう曲作ろう曲って言って ウクレレ記念日っていう歌を歌詞を作ったんです。でそれを矢内で送って、ただその日曜日の夜にもう早速曲ができたんですよ。でこれを教えてこれが弾けるようになったら卒業ってことにしようっていう安易なあれなんですが、でウクレレ記念日、皆さん聞きたいですかと言ってちゃんと用意してるところがウクレレ記念日、私が詩を書いて矢内さんが音を作って、それをですね、またハワイの中村先生のところに送ったら、中村先生ってプロのベーシストですけど、ベースつけてあげるよということで、便利ですね今ね、場所全然違うのにハワイのスタジオでベースつけて、それでミキシングして、でこれすごいですよ、ウクレレ記念日太平洋バージョンっていう名前がついてる、なんか名前だけでかいなって感じですけどこんな感じです。
私は兄弟たちと集まって毎年1回母を偲ぶ日を持ってるんですね。4年くらい前から始まったんですけれど、最初母を偲ぶということで集まったその時はちょうど iPad が出たばかりの時でですね、で私は iPad 持って行ってこれ面白いよというようなもう母親のことなんかそっちのけてですね、それが面白くて面白くてという感じで一晩中そんな話をしたんです。で次の日、じゃあね、まあ、お墓に行ってお花を手向けてお祈りをしてで帰ってたんですけども、弟からちゃんとクレームがついてですね、加藤ちゃんやっぱまずい、せっかくお母さんのために集まったのにお母さんの話を全然しないで iPad の話ばっかりしてるのはやっぱまずいのではないかと、牧師なんだからもうちょっとちゃんとしてもらいたいって感じがそうかでその次の年は私それをしっかり心に留めましてですね、弟たちから写真を全部、母親の写真を全部集めて、でそれをスライドショーにして音をつけてですね、で15分くらいにまとめて、でそれを見ることにしたんです。だからとにかく集まったらそれをバーッと見てとりあえずんじゃおうかと、ね、でそれでこんな時代があったねとか、ここでも同じ洋服着てるねとか、そんな話をしながらですね、おふくろを忍んで、でもその時に私ウクレレを少しこっそり始めておりまして、ね、ウクレレその段階で2台持ってたんですよ。でウクレレ2台持ってったんですね。最近さウクレレやっててさとか言ったら弟が面白いねとか言って、でそこで弟とウクレレ談義が始まってですよ。もう次の日にじゃあウクレレで音を取ってみようみたいな話になって、でその時は私と弟だけ、すぐ下の弟だけが持ってたんですが、すぐに一番下の弟も興味を持ってですね、その次の年はなんと兄弟4人しかいないんですけど、みんなウクレレをとにかく持ち始めて、でなんとみんなそれぞれ持ってるウクレレみんな持ってこいよなって言ったら4人で15台ぐらいウクレレって増殖するんですね。音がみんな違うもんですからね、この音がいいなと思うとそれが欲しくなってしまったりするという実にですね、奥さん泣かせの楽器なんですけども、まあでもとにかくそんなことで私にとってはそういうウクレレがこう広がっていったら赤レケの歴史の中であるんですが、今こう広がって、でウクレレ記念日でこの歌をこう発表しておりましたら、コアロハという会社のところにチャペルがあって、そこで牧師をしているジョン山崎という方がおられる牧師でいるんですけど、この方昔日本でアーティストとして活躍していた人の一人なんですが、キーボードの奏者ですけど、その人がですね連絡をくれて、先週の日曜日の午後メールをくれて、今日本行きの切符を取りましたと言うんですよ日本行きの切符を取りました、とか言って、で私と家内で、日本に行きます来週、だから25日と26日の釜石合流しますと書いてあるんですよ、と思って、それで、よろしくお願いします、ね、でとにかく彼が来ることになりました明日、だから私は明日迎えに行くんですけど、でその時には彼もまたウクレレを持ってきてくれることになっていて、それで、とにかく広がりがだん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 大きなことになってきたわけですね。でそうこうしている間に、実は先々週はブラジルで私の親しい友達が亡くなったので、私夜中に自宅でガンを着て追悼のメッセージを語って、それをビデオでインターネットで向こうに送って、で向こうでそれを使えるようにというふうにしたりして、なんか最近ちょっとインターナショナルっぽくなってるんですけども、そうこうしているうちにこの、
クレレの会社の社長さんが、歌を作っておりまして、何でもできるという歌なんですが、これは震災が起こったその年、その次の年にもうすでにリリースしてるんですね。で、これを聞いてとっても励まされたんですけれども、日本語がやっぱりハワイの方のちょっと日本人離れした日本語っぽかったんですから、せっかく日本に送っていただくのなら、やっぱり日本語がもうちょっと分かった方がいいかもしれないというので、昨日これ書き直してですね、私がずうずうしいというか結構大変なあれなんでしょうが、日本語の部分だけ書き直して送ったんです。そしたらちゃんと返事をいただいて、これから日本語で歌った時にはあなたの役を使いますって話になったんですが、でもこの人の歌も支援の曲の支援の曲なんですね。つまり遠くの人たちを励ますというような意味の曲なので、要するにこういう人たちが心を合わせてみんなそれぞれ役割は違うけど、みんなそれぞれ役割を違いながらも心を合わせて何かという方向に向かっている。もちろん土台には、ね、イエス様に対する愛、人々に対する愛というのがあると思いますけど、この人アルビンさんという人ですけど、アルビンさんの曲はこんな感じの曲です。今日はなんか音楽大会みたいになってますけど、ハワイのですね、コアロハという会社の社長さんです。これらはこれらは諦めないで、悲しい時でも私は知っている、あなたの心
応援歌というかね、東北支援のための応援歌になってるんですけれど、私はうん、少し詩を書き改めて日本語で新しい詩を書いて送りました。ですから今度作られる時にはその詩が使われると思うんですけども、何を言いたいかと言いますと、それぞれの人がそれぞれのところで小さな役割、自分でできる小さな役割を果たして、それが集まると一つの大きな形、一つの大きな体が形成される。こういうトークシートをそういうようなことがこう語られると分かりやすいですね。一人で全部やるわけではない。ある人があることから発言し、それに裏付けがあって、ある行動がついてくる。いろんな人の手がここに加わる。そうするとだんだんこう形ができてくる。教会も同じで、実はキリストの体と言いますし、キリストの形と言いますけど、それはまさに私たちがここに集まって、みんなそれぞれやることは違うし、考えることも違うし、得意な分野も違うし、できない人もいるし、できる人もいるけれども、でも集まって一緒に礼拝をしていく。そしてそこで愛の分かち合いがあり、誠実なこう関わりができてくると、その全体がキリストの香りを放つものになるということなんですね。ですから、各自が頑張るという姿勢、もちろんそれは大事なことではあるんですけれども、でもね、無理に頑張るというのではなくて、とにかくいるということが重要なことなんです。礼拝にいる、あなたがその礼拝にいるということで、実はこの形は本当に充実してくるんですね。目立たない部分かもしれないけれども、あなたがいるということで、そのキリストの体、あるいはキリストの香りが、あなたがいるということで加えられるということになるんです。得意な面もあり、不得意な面もある、ドコボコしている面もあり、みんなそれぞれが許された罪人であるに過ぎない。ですから一人で頑張って一人全部やるというのではなく、小さな手がそこに添えられて、それがこう一つの形になって、キリストの香りが表されるようになる。教会は決して卒業証書を出しません。いつまでたってもどっか学ぶべきことがあり、いつまでたっても私たちは不完全な部分がもう見えてしょうがない。にもかかわらずキリストを愛し、キリストに愛されている人たちの群れの中に置かれていると、そんな私でも全体としてキリストの香りを放つ役割を果たすことができる。それを喜ぶ心が実はとても大切なことなんです。一言になりましょう。恵み深い天の父なる神様、一人一人の小さな力が集まって大きなことが起こるという出来事は、私は社会の中で、あるいは慈善活動の中で見てきましたけれども、実はそれと同じ原則が教会の中でも行われていることを教えてください。感謝します。私たちはいろいろ不備な面があり、不足している面がありますが、にもかかわらずあなたは私をここに選んでくださって置いてくださっていることを感謝します。置かれていることを感謝し、そこであなたを精一杯礼拝することができるように、そして誠実な関わりを深めていくことができるように助けてください。仰ぎ願わくは、私たちの愛する救い主御子イエスキリストの恵みと、父なる神の愛と、聖霊なる神の親しい交わりとが、私たち一同と共に限りなく豊かにありますように。